プラタリー・ロイコロディア・ヘラサギとは、ペリカンメトキカに分類される鳥類の一種。ユーラシア大陸中部とインドで繁殖する。ヨーロッパ東部にも繁殖地が点在している。冬季は、アフリカ、ペルシャ湾沿岸からインドにかけての地域や、中国南部に渡りを行い越冬する。インドやでは、流鳥として周年見られる。日本では、数少ない冬鳥として、北海道から、 南西諸島まで各地で記録がある。九州では数は少ないが毎年飛来する。以前は鹿児島県泉市に毎冬小規模の群れが飛来していた。体長は約85センチメートル。翼海長は約125センチメートル。白鷺類に似ているが、大鷺よりも首が短く胴が太いため頑丈に見える。全身の羽毛が白い。夏はでは、 喉や胸が黄色みを帯び、後頭部に黄色の寒羽が現れる。冬場では寒羽が短くなる。本種の特徴であるくちばしは黒くて長く、先端がヘラ型をしている。これが名前の由来にもなっている。くちばしの先端部は黄色。足は黒い。死有動色だが、オスの方がやや大きい。批判食器には、故障、河川、湿地、水田。 干潟などに生息する。越冬地では小規模な群れで行動していることが多い。繁殖期は内陸の湖沼や河川とその周辺の林に生息する。しばしばコロニーを形成する。植生は動物食。干潟や水田、湿地などでくちばしを水につけて左右に振り、くちばしに触れた魚、カエル、カニなどを捕食する。繁殖形態は卵生。 地上や樹上に主に枯れ枝を用いて皿型の巣を作り、3から4、卵を産む。私有で放卵、育数する。放卵期間は22から24日である。鳴き声は、夫婦、婦など。鳴き声が聞かれるのは主に繁殖期で、日本で鳴き声が聞かれることは、まずない。詐欺の仲間によく似ている。詐欺の仲間は、立つ時に胸を反らせ、飛ぶ時に首を、 S 字型に縮めるが、ヘラサギは、立つ時にやや前のめりで、飛ぶ時には首を伸ばして飛ぶことで、区別できる。禁煙種として、黒面ヘラサギがいるが、本種の方がやや大型で、目先が白く、くちばしの先端部が黄色であることで、区別できる。ありがとうございます。